いいですね、はい、はい、じゃあ出席を取ります。皆さんね、一人ずつじゃあ僕が呼んだら自己紹介を。まだ緊張してたから、ね、のいつも言い慣れてるやつだよ。いやいや、自己紹介初めての人もしかして。仲良しプラン台無し。水野。はい、桜学院中等部3年プロデュース委員長の水野優衣です。よろしくお願いします。はい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 。もう水野が最初俺が出てくるまで一人で仕切るっていうので、もうガチガチがすごかったね。バンブミが始まりましたけど、バンブミが。水野あるだろ、だから水野らしさ、水野らしさ。緊張しすぎて、うん、カメラが怖いです。怖いんだ。家族いいんですよ、もっとダメな菊池さんをね見せていただいて、もう水野さんもね始まった途端に水をぶちこぼすというね。なんで言うんですか。いや言います。始まりの1分間を見て分かるようにガチガチです、この人ですね。あの水野もね、もう台本を必死に覚えてきた感じが丸出しで、みんな一字一句読もうとしてますけど、いいんですよ、そういう。なんだこの反応のなさは。されましたけど、水野はどうだったのよ。最初ですか。もう水野書いてねえぞ、台本には。お前は頼りすぎる、お前は。もうお前のこと、お前だけが頼りだわ。もうこの4人の緊張感からするとお前だけなんかすごいおた。同じこと言ったな2人で今。だって同じ気持ち。同じ気持ち、まあそこはね、結構2人でね、同じ気持ちでね、同期ということでね、そこの絆も結構あったりすると思いますけど。水野が最後締めるみたいなさ。いいね、大丈夫、本当に大丈夫、大丈夫、水野の絵は持つから、こう意外とこう、ほら、こうやって。あ、じゃあ1分間1分間笑顔で。え、正気か、お前、すげえな。始まるみたいじゃない。なんかありがとうございました。大丈夫ですか、大丈夫なんですか、テレ朝さん大丈夫なんですか、これ。もう見てる方はどうだったんですか、これ。見るに耐えてたんですか、これは。あのこうすごいお偉いさんはうなずいてますけれども、来週から首飛ばされてるとかやめてくださいよ。